ゆいちゃんよかったね、退院できて。まださ、この中にね、先生が石二つ残っちゃったって、ビビ。もうおやつもあんまあげれなくなってしまって。ねえ、酷だけどね。頑張っていこうね、長生きするためには。とにかく、うん、おしっこを出す出す出す、水分いっぱい取って出す出す。結晶作っちゃいけないんだろ。結晶を、まあ、作っちゃいけないっていうのもあるし、うん、おしっこを溜めすぎることによって結晶が石になっちゃう、うん、なっちゃう。だからもうおしっこはどんどん出さなきゃいけない、うん、そのためには水分もいっぱい取らなきゃいけない、うん、であれもびっくりしたよ、先生がさ、女の子は尿道が男の子より太い、ね、太いって太いっていうの1ミリ2ミリとかの石出てくるんだってね。だけどビビちゃんほんとまれで尿道がもうすごいちっちゃいから1ミリ2ミリの石も出てかんって、ほんとまれって言ってたね。で今先生に決められたドッグフードまた新たにあげてるじゃん。でウエットの缶詰のやつをさ、ご褒美代わりにねあげてるけど、の喜んで食べるね。うん、うん、見てみんな、これ視聴者さん見てくださいこれ見てこの石、これの他にあと5個あるんだよね。病理に出した石3つと体内に入ってる2つで5個プラスこの量が入ってたんですよね。これもうほんと囲碁一回りさこの厚みこれでもでかいのにさ、これ何、これほんとに頑張ったと思う、ビビちゃん。この石が4ミリ、これが膀胱尿道おしっこのとこ塞いじゃった石って言ってた先生が。こら痛いよ。4年前に病院の先生から溶ける石の方のドッグフードをさ、4年間それでやってさ、お散歩も前話したけど1日3回朝夕方夜行ってたじゃん。だけどこの石になっちゃったってのはドッグフードがそもそも違かったっていうミス。だってその石のだって成分がさ、比率が、うん、そう、溶けない石が 80%、 溶ける石が、わかりやすく言うとね、溶ける石が 20%、 結果それで溶けない石だったからもう私に構わないでって違う、リコって褒められたよ、一回も泣かないで尻尾フリ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 、嘘、尻尾フリ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 してさ、先生にもさ尻尾フリ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 してお利口さんに4日間過ごしたっておっしゃってましたよ。ほいでさ、ビビちゃんがさ、ご飯食べないって言うから、先生がビビちゃんの好きなドッグフードとビビちゃんの好きなお肉さん持ってって外で先生に渡してさ、それでビビちゃんに声も聞かれちゃったらまずいから小声でボソボソ喋ってさ話したじゃん。だけどなんか先生、それで先生にさ、すいませんって、どうしても顔だけ見させてくださいって言って、で動画と写真を撮ってきてもらえませんかっつったら、先生がいいですよって快く言ってくれてさ、で撮り行った時になんかやっぱ気配を感じたらしいよ、私ので、そわそわしてさ、誰だ誰だみたいな感じで立ち上がって見てたらしいけど、匂いでわかるよな。そう、ほいでね、その写真撮ってさ、動画見たらもうほっとしちゃって、ママさんは1日目はさ、ビビちゃんどうしてるかなと思ってさ、もうね、みんなからさ、ゆっくり休んでくださいってとか言ってくれてんだけどさ、休めないだよね、やっぱり、うん、やっぱいた方が休める、ビビが。でさ、金縛りにもあってさ十何年ぶりを金縛りにあったの、もう全く眠れなかった1日目は。で先生から動画と写真見せてもらったら、もうぐっすり12時間寝た私金縛りにも合わなくても寝たよ。で退院の時のお迎えの時はさ、もう声出してもいいからさ出したじゃん、
ったら、その途端にもうビビがさ、あの向こうの部屋の病院の自分のケージの中でさ、もう音聞こえんのよ。カシャカシャカシャだったりさ、クーッグーッグーッつって、もうなんかすごい嬉しかったね、それが。でさ、そんなこと言ってると思ったのでさ、ビビちゃんってさ、対面したじゃん、全然喜んでないのよ。尻尾もさ、こんな感じよ。もうさ、ママさんって来ると思ったらさ、ああ、どうもどうもみたいな感じでさ、あ、何しに来たの代わりに、もうちょっとしか尻尾振らんしさ、全然喜んでる顔じゃなかった。多分体がしんどかったんだろうね。気持ちとは裏腹に。そうだね。ほいで、クッションがすごい厚いさ、バッグ。眠そう。すいませんね、お付き合いいただいて、本当に。ビビ様、すいませんね。眠い？寝ようかね。寝る？もうちょっと話したいけどやめるか。ね。